はい、今日は D カードがローソンで 3% オフっていう特典があったんですけども、まあ、それがちょっと終了するという、ニュースがありましたので、そちらをちょっと紹介してみたいと思います。従来からの D カードってローソンとかローソンストア100で 3% オフっていう、まあ、特典が得られたんですけども、まあ、突如こういうちょっとお知らせがありまして、2020年11月30日をもちましてローソンにおける D カードとか D カードプリペイドカードの支払い時の 3% 割引を終了させていただきますということで、結構これインパクト大きいんですよね。従来であれば D カード決済で 3% オフっていうのがあって、で、まあ、D カード決済で 1% って、これ元々のカードのやつなんですけど、それに加えて、まあ、時間ごとでポイントが付与されるっていうものがあったんですけど、まあ、ここがなくなるということになります。ここですかね。で、ここの部分がちょっとなくなるかどうかまでは明示されてないんですけども、まあ、こういったこの 3% の部分がなくなるという部分では非常に大きいニュースということになります。で、これどういう背景があるかというと、すでにポンタと、もともとポンタと D ポイントっていうのが相互に交換できる関係で、結構密接な関係だったんですよね。ところがポンタと D ポイントっていうのが、まあ、相互に交換できなくなりますっていう、実はニュースもすでにあって、で9月30日から、ポンタ、Dポイントがポンタに行けなくなるというニュースもありました。で、これどういうことかっていうちょっと背景の推測なんですけど、これ au からのニュースで、で au ペイとか au 系のグループが共通ポイントポンタをにとにかくポイントを集約させるというふうに方針転換をしまして、今後 AU では使う貯まるサービスが全部ポンタポイントになるんですね。そういう意味で言うと、こうドコモが運営する D ポイントと AU が運営するポンタポイントって仲が悪い、多分そのあんまり協力できないんじゃないかなっていうのは多分おそらくありまして、まあ、そういう理由からおそらく D ポイントとポンタっていう提携をちょっと徐々に解消していきましょうっていうのがおそらく背景としてあるんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味では D ポイント、D カードで、まあ、ローソンでポンタポイントが貯まるっていうのは少しちょっとこう AU との戦略ともちょっとこう兼ね合いがあって、まあ、ちょっと終了せざるを得なかったのかなっていうのがちょっと背景かなと思います。で、D ポイントがまあちょっと貯まらなくなるっていう部分ではマイナスなんですけども、まあ、D カードは引き続き、まあ、ドコモとかでも非常にお得なポイントであることは変わりないので、まあ、継続して利用できるかなと。で、ローソンでポイントを貯めたい方っていうのはどうするかっていう方なんですけども、多分現時点ではローソンポンタプラスって結構有力な選択肢でして、で、買い物で200円につき8ポイントなので、まあ一応 4% 還元ということですね。まあローソンとかで同じようにポイントが貯まるっていうのと、あれですね、11月1日以降ですね、11月1日以降はちょっと、時間ごとで変わるっていうふうに変わるんですけども、まあこれが今のところローソンでは比較的お得なカードということになります。ちなみにローソンポンタのこの映画特典っていうのが最近7月20日から開始したばっかりで、まだすごく最近なんですけども、まあこういった特典もあるので、まあ、ポンタを貯めていくっていう意味ではこういったカードもあるかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。このチャンネルではお金やキャッシュレスなどあなたの人生にとってプラスになる情報を配信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。